どうする？徳川家康の波乱万丈な生涯第一部。話題沸騰中の大河ドラマ、どうする家康。秀逸なネーミングですよね。そのタイトル通り、家康の生涯は波乱万丈。どうする？と究極の選択を迫られることが多々ありました。その選択とはどのようなものだったのでしょうか。家康の生涯を追ってみると、興味深い真実やドラマが見えてくるようです。そこで彼の生涯を3回に分けて見ていきたいと思います。今回はその第1部として、誕生から25歳までをご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。徳川家康こと竹千代の誕生。時は1542年、戦国時代真っただ中、三河の国の岡崎城で松平氏八代当主松平広忠と正室於大の方の間に嫡男竹千代が誕生しました。この竹千代こそが後の徳川家康です。この時代は数え年という年の数え方があり、生まれた時点で1歳、そしてお正月を迎えるたびに1歳年を取ります。大雑把にも思えますが、誕生日を迎えたか否かで年齢が微妙になる満年齢よりは分かりやすいので、今回はこの数え年を採用いたします。現在松平氏と聞くと威厳を感じますが、この時はまだ三河の国衆国人程度であり、そこまですごい家柄ではありません。当時の三河の国は、東に今川義元、西に織田信秀と強敵に挟まれて緊張状態にありました。そんな家柄に生まれた宿命といいますか、竹千代は6歳にして大きな試練を迎えることになります。ご存知の方も多いでしょう。人質ですね。竹千代は6歳から2年間を織田家、その後19歳までを今川家の人質として過ごします。その経緯については、織田家と戦い降伏し竹千代を差し出したとするもの、他にも織田家との戦の援軍を今川家に頼み、その見返りとして今川家に竹千代を差し出すも、途中金に目がくらんだ家臣が織田家に売り飛ばしたとするものなど諸説あり、定かではありません。ただ最初に織田家に人質として連れて行かれたのは間違いないようです。わずか6歳の竹千代には何とも酷な運命ですよね。この時はどうするも何もなく、ただただ大人たちの事情に振り回されるしかなかったでしょう。ここで注目したいのは、幼い頃に織田家の人質になったことで、将来盟友となる信長と過ごしている点。何か運命的なものを感じてしまいます。そして2年後、この年は竹千代にとって大きな出来事が続けて起こります。一つが人質交換により織田家から今川家へと移ること、そしてもう一つが父広忠の死です。これも諸説あり、時期的にどちらが先なのか、広忠の死因は何なのかなどは定かではありません。広忠の死により竹千代が松平家の当主となりますが、駿府城で人質の身であり、岡崎城には戻れません。では岡崎城はどうなるのでしょうか。岡崎城には今川家から城代が送られることになります。つまり実質的に松平家は今川家に吸収されてしまったわけですね。けれども竹千代はくじけませんでした。
無理に自分の運命に逆らうことはせずに、状況を受け入れて今川家で成長していきます。今川家当主の今川義元もそんな竹千代を大切に育てました。竹千代から改名、そして起こった大事件。今川家で成長した竹千代は14歳で元服を迎え、これを機に竹千代から元信と改名しました。もちろんこの名は義元の元の一字をもらったもの。義元が元信に大きな期待をかけていることがうかがえますね。そして翌年、15歳になると元信は義元の姪とされる瀬名姫こと後の築山殿と結婚しました。実は瀬名姫が姪かどうかは諸説あるようですが、今川家の人間であることは間違いないよう。これで元信も名実ともに今川家の一員となり、義元の忠実な家臣として活躍していくこととなります。元信の初陣は17歳の時で、当時三河の国で発生した大規模反乱の鎮静でした。この初陣で元信は見事に成功を収め、その褒美として地元岡崎に所領を与えられます。とここで気になるのが、元信は松平家よりも今川家を重要視しているのではないのかという点です。どうするではなく、どうしたと問いたくなりますね。ただ岡崎の土地を手に入れたこのタイミングで、元信は元安へと再び改名しています。その理由は明確にはなっていませんが、祖父である松平清康から一時もらったとするのが有力です。清康は自分の代で岡崎を治めた名君であり、元康への改名はその武勇にあやかりたいとの思いから。つまり自分もいずれ故郷の岡崎城主となり統治をするという意思の表れなのかもしれません。とはいえ、この時点では義元の下で有能な家臣として仕える身であり、このままことが進めば元康は今川家の武将として生涯を終える、そんな可能性すらありました。当時の元康の立場では、岡崎城に戻って岡崎城主になりますとは言えなかったのでしょう。そんな時に大事件が起こります。桶狭間の戦い。1560年、元康19歳でした。織田家の尾張の国では当主信秀が没し、信長と弟信行の間で家督争いが生じ、内紛状態にありました。信長が勝利して家督を継いではいましたが、織田家は一枚岩ではなかったのです。義元にしてみれば織田家を叩く絶好の機会、これを見逃す手はありません。義元は自ら2万5000もの大軍を率いて尾張に侵攻を開始しました。この桶狭間の戦いは、織田家のお家事情に加え、身分、経験の違い、軍事力の違いなどから義元軍の圧勝と考えられていました。特に軍事力は義元軍2万5000に対して織田軍は3000程度と、実に10倍近い差がありました。こうなると義元軍が勝利すると誰もが思っていました。さて、開戦早々に鳴海城、笠寺城、大高城などが次々に義元軍に寝返ります。義元軍の進軍は予想通りに順調そのもの。しかしこの戦いの結末は実に意外なものでした。そしてそれは元康の運命を大きく左右することになるのです。桶狭間の戦いの結末と元康の決心。桶狭間の戦いには
元康も義元軍として参戦していて、先鋒を任されています。ここでも元康は、要となる大高城への兵糧補給や、丸根砦と鷲津砦の攻略などと目覚ましい活躍を見せています。この戦いの順調な滑り出し、その一端は元康の活躍にあったと言っても過言ではありません。すべてが想定通り、いや、予想以上でした。元康の隊はここまで不眠不休であったことから、大高城の守備に回り休憩を取ることにします。それというのも、大高城で義元本隊を迎える予定だったからです。しかし、義元本隊は一向に姿を見せません。それもそのはず。元康が奮闘していたこの時、あろうことか大将の義元は信長軍に討ち取られていたのです。元康が義元討ち死にの知らせを知るのは随分と後になってからでした。それでも信長の罠かもしれぬとすぐに動くことはしなかった元康ですが、真実だとわかるとすぐに撤退しました。大将を討たれた義元軍はすでに崩壊していましたから、この判断は正しかったでしょう。しかし、なぜ義元が信長に討たれてしまったのでしょうか。これには勝利を確信した義元の油断が指摘されています。また、これらは偶然ではなく、すべて信長の計算だとする説があります。城をあえて攻めさせたのも、義元軍の大軍をバラバラにすることが目的だった。義元が撃たれた際に周りにいた兵は5000ほど。しかも奇襲や天候不良によりその兵たちはさらに散り散りにされていたとも。こうなれば少数だった信長軍が義元を撃つことも可能ですね。一方、幸か不幸か、義元と別行動だったおかげで元康は無事でした。なんとか生還した元康は、ここで一つの決断を下します。まさに、どうする家康でしょう。自分が仕える主君、義元が死んでしまった。もちろん恩義はありますが、そのままでいれば今川家の家臣として生涯を過ごすことになります。地元岡崎はどうするんだ。元康が戻ったのは、今川の城代が撤退していた岡崎城でした。つまり、今川家の駿府城には戻らなかったのです。人質となった6歳から離れていた岡崎城に、元康は19歳にしてようやく戻れたわけです。そしてこれが意味するのは、もちろん今川家からの独立です。と言っても、元康がすぐに今川家を見限ったわけではありません。義元亡き後、今川を継いだ嫡男、氏真に、元康はしばらく随順する姿勢を見せていますから。しかし、氏真はなかなか動こうとはしません。元康は、こうした態度の氏真に見切りをつけると、それまで敵対していた信長と同盟を結びました。元康、20歳の時です。こうして、信長と共に歩む決断を下した元康でしたが、この決断は果たして吉と出るのでしょうか、それとも凶なのでしょうか。もしも信長ではなく、今川家との関係を続けていたら。晴れて徳川家康へ。元康の決断はもちろん吉ですね。それは最終的に元康が戦国の勝者となり、徳川幕府を開いた歴史が証明しています。では、この時元康が信長ではなく今川を選択していたら？あくまでも憶測でしかありませんが、
その場合には信長や武田信玄により滅亡または服従することとなり、天下人への道は途絶えてしまった可能性も考えられます。もしかすると元康は桶狭間の戦いの中ですでに感じていたのかもしれません。混沌とする戦国のこれからと自分の進むべき道を。この戦いでは圧倒的有利と目された今川が敗れました。そして不可能を可能としたのが新時代を象徴する武将信長の登場でした。元康の目には進化しない今川は衰退の一途をたどり、勝者となった織田が飛躍する未来が見えていたのではないでしょうか。つまり今川に恩義は感じながらも、元康の頭の中では信長との同盟一択だったような気もします。さて、信長と同盟を結んだ元康は一転して今川と敵対関係になりました。22歳となっていた元康はここで家康へ改名しています。もちろんこれは元康の名の元でもある義元との決別、つまり今川との決別を意味するもの。ここでようやく家康になるのですが、この時はまだ松平家康です。もともと戦上手だった家康が信長の協力を得たことで鬼に金棒状態、次々と今川の城を攻略していきました。途中三河一向一揆に苦しめられることもありましたが、ついには家康25歳にして三河平定を成し遂げます。そしてこれにより朝廷より三河の神に任命されるのですが、この際に松平姓では難しかったのか、徳川に姓を変えることになります。ここに晴れて三河の神徳川家康が誕生したのです。こうして家康の25歳までを見てみると、幼くして苦労を強いられた家康が桶狭間の戦いを機に、それまで潜んでいた才能を開花させたと言えそうです。最初のどうするポイントともいえる桶狭間の戦い後の選択、これは見事にクリアしました。そして今川から解き放たれた家康はここから快進撃を見せるのですが、やはり信長の存在が大きいでしょう。信長と共に歩み始めた家康はしばらくは信長の良き同盟相手との位置づけに甘んじます。ここからは家康が冷静な判断力と人を見極める目を持つことがうかがえるのではないでしょうか。そしてこれこそが家康が天下を取る大きな要因ともなるようです。そんな家康のこれからの活躍が楽しみですね。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。またこの動画が役に立ったと思われたらチャンネル登録をお願いします。